アリモリソウコドネキャンサスポーセフロレスニツは、キツネの孫科の植物。小柄な多年草で、小さな白い花を脇から冬につける。ひ弱わな雰囲気の多年生草本。茎の下部は地表に倒れて伸び、先の部分は斜めに立ち上がって伸び、長さ30から50センチメートルに達する。茎には鈍い音量があり、短い毛が、まばらに生える。葉は耐性で、傭兵は、 長さ3から13ミリメートル、陽心は長ょ円形で、長さ3から10センチメートル、幅1.5から3センチメートル、先端は尖っており、円は滑らかで、基部は鋭い形に狭まって陽平に、続く。葉は、表裏ともに無毛だが、線状の結晶体がある。花期は10から12月で、花序は、茎の先端から出て、単独の茎に短い柄のある花が並ぶ、創上花序。 あるいは、横絵を出して、円錐果下状をなす。花柄の基部にあるツトと2枚の小方は短くて、長さ1から1.5ミリメートル、肥心型をしている。花柄は細くて、長さ2から3ミリメートル。額は小さくて、肥心系の列片5つに深く裂け、それらの列片はほぼ同型で、長さ3ミリメートル。果敢は、白、広い釣り金型で、頭部は短く、長さ、 径は共に8から10ミルメートル。果敢は中ほどまで5つの列片に裂けた唇鼻で、上唇の2列片と下唇の3列片が区別。でき上の2列片がやや小さいが、その差はさほど目立たない。個々の列片は甲ラン形で、長さ5から7ミルメートル。果ては先が膨らみ、基部が、 柄状になっていて、長さ1.2から1.5センチメートル、先の膨らんだ部分に2から4個の種子が含まれている。種子は円形で長さ3ミリメートル。日本では九州の宮崎県、鹿児島県から琉球列島に分布し、国外では台湾、中国南部、東南アジアからインドまで分布している。常緑樹林の臨床に生える。 本種の属するアリモリ創族は東アジア、東南アジアからインドの団体域から熱帯域に2種があり、日本では本種だけが知られている。本属のもう一種シースプキャタスは中国南部にあり、花に柄がないことで区別できる。本種は琉球の植物の研究家として名の知られたタシロアンテイが明治27年に植物学雑誌にこの名で発表した。 そこでは語源については言及がない。しかし田代が明治20年に採集した標本が東京大学植物学教室に残されており、ラベルには有森層と記されているという。その標本の採集地が奄美大島の有森古墳がある山中であることから、本種の名はこれにちなむものと推測される。環境省のレッドデータブックには取り上げられていない。鹿児島県では、 指定がある。多分分布域の北限としての意味からであろう。以下、主として、佐竹ほか、P125 から126大橋ほか編 P168 佐竹ほか、P125 大橋ほか編 P168 村田、P116 村田、P116 日本のレッドデータ検索システム2019年1月11日、閲覧。ありがとうございます。